お疲れ様です。今日はこちら、高回転進化メガナイトラムやっていきます。さあ、メガナイトから進化しましたってわけで、マジ幸せなんですが、意外とそんな強くないと言われてるメガナイトです。はい。まあちょっとね、改めて性能紹介していこうかなと思います。サイクル1なので、2回に1回進化ですね。はい。で、攻撃するたびに、まあ1体ですね。確実に1体しか飛ばさないんですけど、ノックバックね、はい、していきますっていう能力ですね。なんか上に打ち上げて、相手のタワー側にね、絶対どんな角度からでも、ぶっ飛ばしますっていう能力なんですが、まあ施設に対しては今まで通り何も変わらないので、まあ、言ったら進化してないのと変わんないです。はい。なので、まあなんか活躍する時もあれば、なんかあんま活躍しない時もある。結構、なんか振れ幅が広いイメージがありますね。はい。まあ、こんな感じでもナイトだけで対応してくると、なんか事故って、はい、相手のタワーまでなんか飛んでいってくれたりもするんですけど、なんかね、結局、HP 強化もとかもないので、なんかご利用されたりしてしまうと、なんだかんだ突破されちゃうみたいなことが結構あるイメージがあります。はい。まあ、あとは、プリンスとかにもね、ものすごく弱くて、プリンスを飛ばすと、プリンスのなんかダッシュ距離みたいなのに入って、プリンスが走ってきて、カツンを受けるっていうのを無限ループしちゃいます。はい。対プリンスに対してなんか異常に弱いですね。うん。まあ、メタかな。進化メガナイトをどうしてもボコしたいとかだったら、まあ、ね。そんな方あんまいないと思うんですけど。で、って方言ったら、まあ、プリンスを使うのがおすすめかな。なので、まあ、環境5分 J プリンスや、まあ、今まで通りペッカは、だいぶ強いかなと。いうとこですね、はい。マジ、ステータス強化だけあれば、ほんとこいつは輝ける気はしてるんですけど、まあないので、なんとも言えないです。飛べ。一発？うわー、めっちゃいいザップからの進化バレルあります、はい。逆だったか。痛えなー、これ。まあまあ。高回転枯渇。攻めまくって自陣のブラスターで回収しましょうデッキですね。はい。まあ適当に耐えますか。相手呪文ない説もあります。なんでおい優秀。でいやてか施設ない説もちょっぴりあります。一応これで進化メガナイトが回りました。キング起動できんのかな？うわぁ。ね、えらっ。こんな状況でも禁忌してくんのか、ちゃんと。えらいね。さあ、でもダメージリーダー取ってる。なんかラム出すだけ相手きついと思うんだよな。でこういう枯渇とか、なんか本当に高回転に対しては別になんか進化メガナイト今まで通り何も変わんないみたいな気はしてます。特に何かこいつがしてくれることとかもないので今進化1枚で戦ってる感覚ではあります。はい。どんな相手に対してもね、万能に輝けるっていうタイプではない。でもなんか事故ってくれたりもしそうではあるよね。これをさぶっ飛ばして飛ぶみたいな。いやそうなんかねワンチャンあるんだよな。マジワンチャンしかないけど。てかまあ単純に今回はメガラム組めば勝てそう。うわうまい。そら足前止め耐えたいです。当てたい 2V1。 なんでこんな 2V1 当たらんのこんな当たらんもんけえぐない。左落としたい。うわい対話したぞ。対話した。いや、マジその、なんだろうな。マジ結構相手を選ぶっすね。まだ単純にはブラスターとベッカが多いんで、まあそこに対してのメガナイトが、特別、元が弱い。っていう感じかな。いや、でもたまに、マジでね、10試合に1回ぐらい、超暴れてくれるんですよ。10試合に1回少ねえかな。もうそれがね、気持ちいい。いや、ロイジェイか？いや、ロイジェイとかにも、意外といいんだよな。わかんない。違うかもしんない、これ。ロイじゃねえかな。いや、ロイっぽいけどね。なんか最近こんなペッカとかもいるんで、わかんないな。レシピサイト欲しいな。ボンバーのちょっかい。一発？いけないか。まあ、進化する前のメガナイトが、ちょっと痛いかな。来そうね。まだブラスターなんで一旦耐えまして、トリトンで全回収いかれちゃうか。うまいね、相手落ち着いてんね。まずい。一応でも進化メガナイトが回ったんですよ。なんで次のメガナイトは後ろに後ろにぶっぱできるんですけど、トリコンで引っ張られたらまあ話になんないっていう話もあります。意味ないっていう。めっちゃ引っ張ろうとしてるやん、トリトンでね。そこになるとなんかまあおもろくあるんですけど、なんかね怪しいよね。いやぶっ飛ばしはするんだけどな。マジでね HP 強化さえあれば最強になれると思っています。いいね。これさ、ワンチャンない。竹変われ。いやー、メガネタ残したかったな。ワンチャンありそうだよ。なんでやばい、お前がそっちに行っちゃダメなんだ。やばい、メガナイトが自殺。なんでマジでこう敵陣地行ってる。アホすぎる。何やったお前。やばい、アホすぎる。アホがいた。ワンチャンマジでメガナイトがさ、敵陣地行くの終わってるよな。ライトニングなんかいっつってね。いやマジで惜しいんだよねいやなんかそのなんだろうなちょっとだけいいんだよな、マジでちょっと、マジでちょっとなんですけど、なんかせっかく自陣で受けたメガナイトもなんか敵ユニットねロイジャイ敵陣地にやって自分まで行っちゃうんでね、飛ばしすぎなのかな、かもっと飛ばさせるか絶妙になんか敵陣地行って勝手に死んでいくっていうのがな、なんか稀に利敵自陣でなんかカウンターそのまま行ったのに気づいたら勝手にね敵ユニット5体ぐらいいる中に突っ込んでんだよなっていう悲しいねことがよくあります。まあこれちゃっちゃ踏んでしばいてもいいかも。さあペッカ VS メガナイトね、もうなんか一生こんなんしてるわまあまあまあ勝てなくはないんだね別にメガナイトでペッカに。単純にでもペッカ VS メガナイトがぶつかった時にもうペッカが勝つっていう、ただそれだけ。マザネクいたな、そんなバカな。エレスピもいるらしい。なんか最近一番多いペッカの形かもねこれ。めっちゃ見るわマザネク型縦線型マジそれしかいない。まあどうせボンあるしっていう、ラメいっちゃおうかな。おー、偉いね相手の受けが。まあでも踏んでワンチャン事故んねえかなこれさ、敵のペッカをね、そんな都合よく事故んねえんだろうなでもって思いながら、いやなんか事故りそう。いやなんか HP 強化あればなマジでめっちゃ強いんだけどな。こっからもう一歩つなぐれて、あと一歩がねなんか絶妙に届かないんだよな。おいしくね。やべまあまあまあからの俺はね右側を回しちゃう未来もあるし、左側行っちゃう未来もあるし、なんかぶっ飛ばしてさ救ってくんねえかなこの絶望。あれなんかあれ普通に止まったっていう話する全然普通に止まって、え相手のコウモリやばい、え来たんじゃないこれ。しかもぶっ飛ばすやんこれ、熱っ来たメガナイトが飛んで、かっこよすぎるこれ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 マジで。まあでもこれ別に飛ばさなくたってもう勝ってたっていうのは触れないでいこうかもうあの時点で勝ってはいたか。いやでも今みたいなのが気持ちいいやつね縦ユニット後ろに下げてメガナイトがジャンプでタワーも巻き込んでいく。まあでもそんなすごいシーンなあんま起きないんだよなあんま起きないけどまあ起きたんで今。うわ今の気持ちいいな。てかブラスターしかいねえんだよな。これブラスターがいねえ理由を軽く紹介すると、もうペッカが硬すぎてブラスターじゃねえとペッカ解けないっす。はい、単純に。だからもうみんなブラスターでさえ、ただそれだけ。全てはペッカが悪い。結構あると思うんだよな。あいつの体力が高すぎるせいで誰も突破できない。かわいそうすぎる。ネチネチ行こうかな。相手ラバか。マジでネチネチいくよ俺。おいしいんじゃね？許容かこれ。いやメガゴで対応。しかもザップ咲いたんで一応やりゴバは残るけど、残るかな。ボイドとかでいかれるのか。スケドラ嫌だな。強えなそれ。熱い。え、やり込めんのこれ。え、すごい良すぎる。めっちゃいい。いや俺進化ザップをもう一回貯めなきゃいけないんですよね。って言って攻めちゃうっていう。相手さ、ババとかっていうカードないん？あるよねやっぱ。だよね。ファイザップなんだ。美味しすぎん。メガナイトははい活躍します今から。進化メガナイトははい。マジで進化1枚になることよくあります。メガナイトいらない。いらない、いらない。活躍しない無能。たまにうわーむぎゃありがとうじゃねえよおい。麦ね、何使ってんだろう。わかるっすか俺のメガナイトで LSP。 まあペッカかロイか。おーなるほど。一応どっちもあるなこれ。ペッカかロイ。ボンバー残したかったり。よしよし、うぜえぞこれ。俺のネチネチテンポいきます。間に合わんかった。俺のデッキわかんないだろ麦。あーボイドか。いや一応ペッカもロイもどっちもこんなデッキなんだよな。いや雑に飛ばしたいけどな。ネチ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 。いや待って、いやこうなるとロイっぽくもなってくるけど、どうだろう。熱いこれ。いやコウモリにまで届かないと思ったけど、いや落ち着きすぎやろ防衛。やりゴムこのチクリ欲しいです。よし。麦もやりゴムいけばさすがに無視か。いややだな、2倍タイム入んの。雑に飛ばしときゃよかったかな。嘘、ダメかな。え、てか麦メガナイトなんや。熱い、熱いのかな。微妙か。進化ウィズトリトンか。お、どっか行った。熱っなんかすごいぞ。なんかなんかすごい。待って、わかんない。うわばんーいマジで意味わかんねえが一発惜しいなぐっちゃぐちゃではあるが別にいい。意外とラムの受けがちょっと大変。エレスピ強そう。いや、ボイド防衛生まない麦マジでそこら辺のやつだったらもう今ので勝ってんだよな。行ってもいい気もした、行かない方がいい気もした。意味ねえかこのザップ。やばい、なんかやばい、なんかすごい、うんざけんなよ。終わった。最悪。ありがとう言われたら、ちょっと待って、やめてください。ありがとう、ちょっと待って、最悪。ちょいありがとうは嫌い。マジめちゃめちゃ冷静やな、立ち回りいいでちゃんと強いやん。わあ、終わった。もう呪文削りやこれ。えらいムギ君えらいね、あなたうまいねメガラム相手がベッカとかでも結構負けたことなかったんだよな。てかまあ勝率めっちゃいいのよ。いやなんかね悔しい強いねんこいつは。手札回しが他の人とはなんか違うんだよな。悔しいラム対決マジでね、なんだかんだ勝ってきたんだけどな。いかれました。はい、彼は天才です最初に1分は勝ってたんだけどな、2分ぐらい12分だったら勝ってたんだけどな。もうなんかうざいもん。なんかつまんなそうじゃななんかなんでゴブジャイの後ろにペッカがおるの。マジでまずいな。なんかすげえできた。ペカゴブヤナーメレイジやばい。いやー待った、1500折れそうではあるか。ペカゴブプリンスゴリラじゃないですかえぐ。これさ、これにメガナイト合わせたらペッカ来るし、逆サイ行ったらブッパ来るしっていう、どうしろっていうね。なんこれ、ついに考えることを捨てたか。スイープいやまあ耐えたけどみたいな。耐えたけどみたいな話あるよなこれ。えぐっ、いやこれ守れねえよだってプリンスきついもん、ペッカも。ちょっと未来がありそうなの怖いな。え、すごいむずいなクラロワ。いやプリンスの勝つんがマジでそのさよくないんだよ。いややばい、やりすぎ。限度っていうもう知らねえのかお前は。いやマジで守れるかな。守りたいよ僕。いやもうなんかチンパンすぎん。さすがにミスか。回復するしあいつ異常に。終わったくせー。どっちが終わったって。うわーマジマジやばすぎる。ちょっと新カメライト頑張ったくねでっかプリンスゴブジェには勝てますよとメガナイトでね。いやこれ進化しなかったらさすがに負けてたな。これが進化メガですよ皆さん。今の勝てんの夢しかなくね。やばすぎるななんで守れたんっていう。いや進化メガこれがあるからないいんだよな。てかマジでこれしかないけど。お MK 枯渇やね。ちょっとちげえらしい。縦線えジャイ PP かな。プリンス来たらまずい。やべお前止まんねえわ。止まったわ。いやブラスター強すぎだろこれこれが止まんのが隙読みザップおしゃんだな。まあ進化ザップを回してんだろうな。いやゴブジャイプリプリかー。まあ守るしかないっすね。進化ザップ回すか。プリンスに対してマジで弱いんだよな。プリンスが突進しなければいいんだ単純に。そういうことやな。プリンスを弱体化すればメガナイトがさらに舞えるって話ね。気づきました。まあネチネチいって、ヤザップね、呪文がまあレイジはないのが幸せではある。いやー行ってもいいが、行かなくたっていいか。相手も小物系がある形なんで無理に攻めては来ないっすね。一生これしてるけど、ミスったくね相手。進化メガが一応回りましたこれで。いやーでもこれ攻めれんねんな。攻めるけど危な、怖すぎん。プリンス割いてからのラムが強いんだよな。でも逆にプリンスを割くまでラムを飛ばせないっていう俺は悲しい話もある。やべえな、こうなったら最後にゴブジェイ出されて負けちまうんだよな。相手も分かってんな、一緒出してこねえもん。で呪文削りか、偉いな立ち回りが。手堅すぎん。メガネ出しダメだったかこれ。マジで一生ネチネチしてる。きつすぎるこれ。呪文削りでいかれちまう。なんでこっち分かったの。ワンチャン。ほい。え、待って、買ったくね。すごい、時間稼ぎのプロがいる。やばい、勝つんだけ、マジでやばい。おい。熱い、時間稼ぎのプロ。おい、いいやんけ。メガナイト。いやまあ別にしたけど、進化しなくても勝ってんのかなこれ。ゴブジェイ届いてない説もうややあるが、ややあるが悪くはない。いやプリンスに行かれるのでかすぎるな。ゴブジェイプリンスもね。これに勝てなかったら何に勝てるんやっていう。おこのオールマスターさんはなんだっけ、バルーンかな、コウモリ、コウモリ、うんそうね、タルユキかな、雪玉だけかな、どっちだろう。ランバルです。あれちょっとちげえかな、アイゴリいたかな、いやいた気がするな、いやいたな、うんそうっすね。でも俺ラム熱いね。うざそう。アイスピもちゃんとあんのか。勝てえな、じゃあ。じゃあ、まずいよね。一発だけね。アイスピアイゴレか。なるほど。まあ、ラム止まっちゃうっすね。雪玉もあるんで。ってことは、自分からは飛ばしちゃダメですよと。まあでもマスケかなんかチュクイカ絶対いるんで、それでネチネチされんのも嫌だね。メガナイトこれ活躍する場あるかな。ブラスト強っ。うん。まあ。でもアイスピでね、そうね。ワンチク？まあ。まあっていうね。微妙だな。行っていいかな？行っちゃダメってさっき言ったっけ俺。でも行きたくなっちゃったよね。ウィザードね。でも進化ザップをさ、ちょっと信頼しちゃって。一瞬目したい。うまいなそれ。アイスピ強すぎ。まあどうなんだろう。いざと一発やんないんだ。これ結局あれか、もう一周の後ろからがきついんだな俺。40頑張っている。やばい、事故りそう。いやでかすぎる。マジでどうなってるか分からんけどナイス。進化メガナイトおもろいな。頑張ってる風のアピがすげえな。いいね。いやメガラムねちょっと強いんですよ。超焦げたいメガラム、進化ザップが強い明らかに。まあ、メガナイトもねそう活躍してくれる時もあるんですけど、明らかにマジ進化ザップが強すぎてメガナイトも頑張れます。はい。というわけで、進化メガナイトね、まれにめっちゃ強いです。はい。なんか腐る時もあるんですけど、まあなんか強化来てくれたら嬉しいな。HP10% だけでもいい。進化時体力 10% 強化だけでも来てくれたら本当にね、幸せです。運営さん、よろしくお願いします。ってことで、皆さんもぜひ、こちら高回転メガラム使ってみてください。チャンネル登録、高評価も、お知らせとおしともない。